こんにちは、たけろすです。自分が、あの、小さい頃から、うん、いじめられる時、時必ずいじめっ子は、ガンダムオタクなんだよ。なぜか俺、うん、学校の頃もガンダムオタクによくね、いじめられたっていうか。うん、あとね、今、うん、社会人になってもね、うん、俺どうもね、 ガンダムが好きなやつ。うん。うん、に限って、そいつ嫌なやつの可能性が高いんだよ。なんか、うん。俺もガンダムは見るよ。うん。正直俺ね、うん。やっぱ学校の、学校時代の頃、やっぱガンダム好きの人にさ、いじめられた経験があって、ガンダムって、なんかトラウマだったんですよ。 なんかうん、ガンダム見るの抵抗あって、うん、暇だったからもう,もう嫌だったけどなんかキャラデザがよくてガンダムシートとか見てたんだけど、うん、正直俺、うん、ガンダムにはまだ抵抗はあるんだよ、うん、トラウマっていうかな、うんうんうん、よくさブログにさガンプラ 乗せてる人いるじゃん。ガンダムのプラモデルをブログにアッ,プアップしてるやついるじゃん。俺、ああいうガンプラが好きな人とは必ずなんかこううまくいかないんだよ。うん。なんかな、うん。いわゆるガンダムオタクってさ、まずプラも作るじゃん、ガンプラ。うん。 俺の中ではガンプラ作る人はもうガン、ガンダムオタクってもう認定してるからさ。うん、俺ね、もうね、なんつーかなー俺、声優のあの、養成所に入ってるんですけど、うん、先生がさ、あの、ガンプラ作ってるんだっけブログ見てみると、その先生のブログ見てみるとさ、なんか、 うん、ガンプラをさブラン、ブログやインスタにアップロードしてるんだっけ、うん、その先生ともうまくいかなくて、俺その先生嫌いなのよ。い、う、ま、んうん、だにちょっとね、うん、ガンダムオタクは抵抗あるっていうかトラウマだね、俺、うん。苦手なんだよ、なんか。ご視聴ありがとうございました。